二人は映っていいよな、はい、なあ、アマンダさんとね、ミニオンさんとかなり久々マロさんとこに来た。そうそう、あ、ミニオンさん東京からですね。はい、東京ですよ。すごい、うん、大学生でして、とっくに卒業したんですけど、永遠に現役で永遠に卒業せずしない。今でも大学生だと思います。うん、うわーすごいな、ほんと久々来てからびっくり。それいいよな、それこれいいよな。高いでしょこの形ってね、なかなかないもん。しかないんで高いんです。ああ、ですよね。よく食いつかれるけど、世界に行ったら、うん、いや、そうやろう。ねえ。それ、そのまんまですよ。私、5万で買いましたもん。向こうにももう1台あるけど、5万で4買いましたもん。で、まだ使ってるけど、5万。5万なら安いじゃないですか。でしょ？うん。いや、ネットで見たらもう、すごいでしょ？倍はするでしょ。あら、ほんとちょっと久々来たけど素晴らしいな、すごいな。あ、コテッチのとゆかりさんとかがよくね来てて、地元の自分が来てないというね、気にはなりつつも、ほんとほんと久しぶり。わあ、これとかいいなあ、これとかいいなあ、あ、これもいいね、これもいいなあ、これいいね、これね、ああいう椅子とか、ああいうカゴもね、使い方やな。あ、こんなもん、こんなもん。あら、こんなもん。こんな穴開けるといいやろな。穴開けると良さそう。ほら、これは本当好きな人は、ジャンクな感じが好きな人はたまらんやろうな、これは。これも面白いな、足があって。足があって面白そう。すごいね。ちょっとほんと久し、ほんと久しぶりやけんびっくりした。わあ、ここら辺とかも。これも変わっちゃうな。だんだんになってる。こう。すごい。だんだんになっちゃう。よかった今日来て。そうそうそう、あっちやもんね、あっちやもんな。いや俺ほんと何年来てないかな、なんかね、こう機会がないっていうか、近いのにね。すごいね、びっくりした。うわ、こちらも、あら、いいね。あら、バスストップアマロさんってなってる。あれ、ちょっとお店を取り行くかな。
店の方を見てみるかな。いやいや、びっくり、ほんと久々でびっくりや。こっちがこれがこうメインのショップ、メインのショップって言えばいいかな、ね、すごいね。自分が初めて来た時より随分違う。そっか、やっぱフェンスは白がいいかもしれんね。白がいいかな。うち俺もう焦げ茶とかばっかりにしたけんな。すっげーめんどくさいしね。もうめんどくさいしな。あら、ありますね。いろいろあるね。あら、自分の友達とか好きそうやな。いろいろ各地のイベントに行った時、時間があればこういうとこ見て回ったりしてますけど、こんなに数があるのはないね。見たことがないね。あらららら、そっちが店内、アイロンもある。あ、それこそワーゲン、マロさんのね、このワーゲン鉢人気の。気があるなぁ。これは本当やっぱコテッチのゆかりさんも買って帰るはずやな。ほら、これやったらなぁ。へぇ、コーヒー見ればいいよね。こういう皿に植えるのもいいなぁ。皿っていうか器に穴も開いてて、素晴らしいですね。すごいね。え、何？何それ？何持っちゃうの？お茶くれました。あ、そっか。ありがとう。あ、いいよいいよいいよ。まだ取る。外。うん。違う店内。すごいね。すごい。ねえ。すごすぎて。うん、びっくりびっくり。あ、ここにもあるわ。これが。こちらが店内。冷たいお茶。以前よりはだいぶ物増えたんじゃないんですか。以前すぎるやろって言われそう。いつも以前から。ねえ、本当。これはやっぱあれね、これはやっぱ置いてきた時寄りたい人多いやろ。うん、多分あのインスタとかでしか見てないから、動画で見たり人少ないけん。うん、こんなに YouTube 紹介して、いやいや、インスタとか見てるけどね。うん、やっぱ動画じゃないとさ、こう全体がね、こう表現できないっていうか。うん、アップしますよ。未だに来るよ、四十郎さんの動画見てきました。本当？うん、ありがとうございます。ああ、武田に。今日ちょっと。武田じゃなくて。武田に来てください。熊本の人は来やすからね。うん。ね、ああ、本当。へ、うん、すごい、しかし。いいね。
すごい。ねえ、県外やろな。ないでしょうね。はいはい。はい、まあちょっとね、10分程度の動画、こういうすごい本当ね、ジャンク好きには最高のところです。え、すごい。ぜひ一度ね。大分にお越しの際は寄られてみてはね、いかがかなというようなことで思います。